アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年10月30日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、2022 X リーグディビジョン3ウエスト B ブロックの一戦になります。ショーウェイブレザーズ対クラブベアーズの一戦がまもなくキックオフとなります。試合開始は1試合目の試合の終了時間の延長がありまして変更となり、13時55分キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側ホームスタンド側に本日カラーのユニフォーム、ネイビーのユニフォームをまとっておりますのが、ブルーのユニフォームをまとっているのがショーウェイブレザーズ。現時点で X リーグ優勝争いの筆頭に上がっているチームです。創部は1975年の創部、その後に一時期社会人一部リーグ、現在の X リーグ X1 に所属していた時期もありました。その後低迷をしましたが、近年太陽補強に成功し、今季久方ぶりの優勝を狙う形で勢いよく優勝争いのトップを走っております。対しまして反対側に陣取っておりますのがクラブベアーズ。こちらは1989年創部の、かつては企業チームマイカルベアーズとして関西にその名を届かせた強豪チームでした。現在はそのスポンサーを外れまして、現在クラブチーム化しております。しかし株式会社新高、油油業など様々な企業の支援を受けまして、現在もチームは継続しており、2部昇格を目指し現在も奮闘しております。今シーズンは残念ながら成績振るわずといった形になっておりますが、しかし前節トライサーズ相手に終盤逆転勝利を決め勢いに乗り、そのかつての勢いを取り戻さんとこの地に舞い戻っております。この両雄によります一戦が間もなくキックオフとなります。令和4年10月30日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、2022 X リーグディビジョン3ウエスト、ショーウェイブレザーズ対クラブベアーズの一戦が行われます。試合開始13時55分キックオフ予定です。これより両チームによるコイントスが行われます。手前側ホームスタンド側に陣取っておりますカラーのユニフォーム、ブルーのユニフォームをまとっているのがショーウェイブレザーズ。奥側バックスタンド側はホワイトのユニフォームをまとっていますのがクラブベアーズです。ショーウェイブレザーズ前半レシーブ、クラブベアーズキックオフ、ショーウェイブレザーズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の静止形式で行います。さあ両チーム左右に散りまして、まもなく試合開始のキックオフとなります。試合はクラブウェアーズのキックオフで開始となります。キックオフを務めますのはクラブウェアーズ21番のユキタ、5年ぶりに復活したカムバックプレイヤーです。
リターンに入りましたのは松永32番、そしてもう1枚4番が入っています。そして6番の選手がリターンに入りましたが、このキックオフ外へ出ました。キックオフのボールは外へ出しちゃいけません。反則という扱いになります。この場合リターンチームである松永はボールが出たところから5ヤード前進した位置か、あるいは5ヤード下がった位置で蹴り直させるか、あるいは30ヤードの罰則として次年35ヤードのいずれかの攻撃という形を選択できますが、35ヤードから松永ブレイザーズのパスダウンです。松永次年35ヤードからの攻撃という形を選択しました。松永この位置からの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃はボールを持った選手が倒れるまでを1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。4回の攻撃圏のうちに10ヤードを前進するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは1回目の攻撃となります。松永自陣35ヤードからファーストダウン10、攻撃圏更新、必要距離は10ヤード。パス不成功。まず松永ボールの開始地点から後方より1回だけできる前パスを選択しました。ターゲット83番でしたが、このパスはコントロール合わず、パス不成功に終わっています。前パス失敗ですとボールは元の地点に戻され、攻撃権1つ失い次の攻撃となります。従いまして松永ブレザーズ自陣35ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃となります。攻撃権更新に必要なトータル距離は同じく10ヤード。松永自陣35ヤードからセカンドダウン10。今度はランプレーを選択しました。後方にいたランニング枠にハンドオフし、中央へ突っ込ませ、密集点を突破を図りましたが、このランプレー原因2ヤードになっています。しかし勇敢にも中央突破を図りましたのはランニングバックの33番の選手でした。33番、見事な中央突破を図りまして2ヤードで原因としています。これにより松永は3回目の攻撃になります。攻撃権はトータル残り距離8ヤード攻撃権更新には必要となります。サードダウン8。さあ抜けていきます。さらに行く、ナイスラー、ファースター。ここでクォーターバックにはパスと見せかけ QB ドロー、自ら中央突破をしまして大きく前進、さらに素晴らしいステップで一気にゴール前に迫る見事なランを決めました。ナイスラン、ファースター。素晴らしいランを見せました。クォーターバックの2番は山西、近畿大学出身。これにより松永ブレザーズ一気に相手陣12ヤードの位置に攻め上がりまして、この位置からのファーストダウン点となります。松永ファースター。さあここでパスプレー、そして一気に上がりました、タッチダウン。ここでクォーターバック2番、外に振る形でヒッチパス、横への前パスを投じました。取りました、ワイドレシーバー1番。ここからキャッチアンドラン、相手ディフェンスを振り切ってそのままエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。松永タッチダウンにより6点獲得。見事なタッチダウンを決めましたのはワイドレシーバー1番の石倉、岡山大学出身。そしてトライフォーポイント、キックで読みまして、このキックを成功、1点追加。松永ブレザーズ7点、クラブベアーズ0点となりました。まず松永が最初の攻撃シリーズでタッチダウンを奪いました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点、さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点となります。これに自殺点2点を加えると得点方法は2点、3点、6点、7点、8点という組み合わせになり、この足し算によって引き分けが起こりにくい得点構造になっています。
そして試合は得点を挙げた翔英のキックオフで試合再開となります。ラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。さあベアーズリターンに入ります。さあ右に切り上がり打開を図ろうとしましたが、しかし自陣10ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置からのクラブベアーズの攻撃となります。今度は攻守切り替わりまして、クラブベアーズの攻撃となります。リターンしました。自陣10ヤード付近からの攻撃という形になります。攻撃権更新必要距離は同じく10ヤード、クラブベアーズファーストダウン10。さあまずはパスプレーにしました。横にいたレシーバーへのヒッチパス、横パスから縦に切り上がる選択をさせました。これにより約3ヤードのゲインとなっています。クラブベアーズ自陣12ヤードからセカンドダウン7。2回目の攻撃となります。攻撃権更新必要距離は7ヤード。パス不成功。ここでクォーターバックはミドルゾーンにいました。タイトエンド92番のパスでしたが、92番キャッチミス、パス不成功という形になりまして、攻撃権を1つ失います。攻撃権は3回目の形になります。クラブベアーズサードダウンの状況に変わります。クラブベアーズサードダウン7、3回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は7ヤード。QB スタート。クォーターバック3番パスを投じようとプレッシャーをかわそうとしましたが、これを翔英ブレザーズ48番が QB サック、パスを投じる前に仕留めました。見事 QB サック決めました。翔英48番は永瀬、近畿大学出身。そしてフォースダウン10の状況でベアーズパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。さあこれを翔英リターンします。さあ空いている、ナイスリターン。ここでベアーズはキックにより陣地挽回を図りましたが、これをさせじと翔英ブレザーズ33番が見事にリターンしまして、一気に相手陣ゴール前のところまで攻め上がる形の素晴らしいリターンを決めました。結果的に翔英は相手陣12ヤードという絶好のポジションからの攻撃となります。翔英ブレザーズファースター。さあクォーターバック2番ハンドオフェイから自らキープ、左オフタックル付近をつきまして約5ヤードのゲインと書いています。クォーターバック2番は山西、近畿大学出身。翔英ブレザーズ相手陣8ヤードからセカンドダウン6に訂正します。先ほどのランプレーによる獲得距離4ヤードでした。パス成功、タッチダウン。クォーターバック2番ここでミドルゾーンへパス、そこへ飛び込んだワイドレシーバー14番見事にキャッチしてエンドゾーンに入り込んでタッチダウン。翔英6点を追加しました。
見事タッチダウンとしました。ワイドレシーバー14番の選手、素晴らしいキャッチでした。そしてトライフォーポイント、キック決まりまして1点追加、松永ブレザーズ14点、クラブベアーズ0点となりました。松永序盤戦から非常に好プレーを続けまして、タッチダウンを重ね試合を優位な形に持っていっております。その松永のキックオフで試合再開の形となります。クラブベアーズ、この状況を打開することができるでしょうか。このキックはしかしフェアキャッチの選択をベアーズはしました。リターンをしないという選択のようでしたが、いや失礼しました、これはフェアキャッチではありません。リターンを使用しました、ボールがエンドゾーンに入ると見越しましたが、それをエンドゾーンに入らなかったため急遽抑えました。あのまま放置していて松永が抑えた場合、そこから松永の攻撃となります。それは避けましたが、しかし自陣6ヤードからの攻撃となります。クラブベアーズファーストダウン10、パス不成功。クォーターバック3番、右に固まっていたレシーバーめがけてパスを投じようとしましたが、これを松永ディフェンス陣カバーしていたためパスを投げ捨てました。パス不成功とし、攻撃権を1つ失ってセカンドダウンの攻撃に変わります。クラブベアーズ自陣6ヤードから自陣7ヤードからセカンドダウン10。さあ右にレシーバーを固めています。その裏をつくようにランニングバックに託しました。ランニングバック28番、ハンドオフを受けて右オフタックル付近をついて約10ヤード減して攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、見事なステップで攻撃権更新果たしました。クラブベアーズの26番でした。26番は真当たり、失礼しました、28番西村でした。大阪学院大学出身。クラブベアーズファーストダウン10、再び今度は左側に固めました。さあその固めているレシーバーにパスを投じます。ワイドレシーバー6番、キャッチアンドランを図りまして約5ヤードのゲインとしています。パスを通りましたワイドレシーバー6番は杉田、日本大学出身のルーキーです。クラブベアーズ自陣23ヤードからセカンドダウン5。さあ今度は中央へのランプレー、ランニングバック45番、ハンドオフ託され中央トップを図りましたが、ゲインは約2ヤードとなっています。ランニングバック45番は川端、北大津高校出身のプレイヤーです。大学未経験の選手も X リーグで活躍しています。クラブベアーズサードダウン2、ボールオンは自陣31ヤード。さあ横へパスを振りまして、
攻撃権更新を図りましたが、どういう形になりましたでしょうか。わずかに攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンとなります。クラブベアーズフォースダウン残り1ヤードですが、パントフォーメーションを選択します。パントブロック。ビッグプレイ。翔英ここでパントブロックを決めました。キックにより陣地挽回を図りたかったベアーズですが、それはこのパントブロックによりなりませんでした。むしろ陣地下げる形で翔英相手陣12ヤードからの攻撃となります。翔英ここで再び非常に優位な力の攻撃開始という形になりました。翔英相手陣12ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレー、ハイフォーメーションからテールバックにボールを持たせるパワープレーに転じました。ランニングバックは26番、中央突破を図りましたが、このランプレーによる原因はほとんどありません。セカンドダウンと変わります。キャリア26番は金子、近畿大学出身のプレイヤーです。翔英セカンドダウン10、ボールオンは相手陣12ヤード。パス不成功。クォーターバック2番、中央付近すれ違う嬉しい番に目がけてパスを投じました。ターゲット83番。パスは手に触れておりましたがキャッチできず、パス不成功に終わっています。ダウン1つ失い、サードダウンの攻撃に変わります。翔英相手陣12ヤードからサードダウン10。成功。ここでミドルゾーンに走り込んだ83番へのパス、しかしこれはベアーズのディフェンスがパスカットし、パス不成功に終わらせています。ダウン1つ失いフォースダウンと変わります。ここで翔英フォーメーションを変えます。フォースダウン10、フィードゴールトライ。キッカー43番永瀬のフィードボールにかけます。キックレングス30ヤード。キック成功、3点獲得。翔英ブレザーズフィードボール成功で3点追加しまして、翔英ブレザーズ17点、クラブベアーズ0点となりました。翔英この大きなチャンスも見事48番永瀬のフィールドゴールのように3点追加という形になりました。さらにリードを広げ、その試合を優位に進めております。その永瀬のキックオフで試合再開となります。ベアーズリターンに入ります。さあさらに続きます。リターナー82番
密集点から左オープンに展開しまして自陣30ヤード付近からの攻撃を確保しました。リターンしましたクラブウェアーズの82番は寺崎、大阪体育大学出身の42歳のプレーヤーです。この選手が前節ロングパスをキャッチし逆転勝利を収めるという離れ技を見せました。クラブベアーズ自陣30ヤードからファーストダウンテイ、さあまずランプレーを選択しました。キャリア45番ハンドオフを受けまして中央突破を図り約1ヤードのゲイン。クラブベアーズ自陣30ヤードからセカンドダウンライン、先ほどの攻撃開始地点は自陣29ヤードに訂正いたします。クラブベアーズセカンドダウンライン、パス成功、ファースター。クォーターバック3番中央に切れ込んできたワイドレシーバー6番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。レフリータイムアウトです。手紙のためのタイムアウトです。見事攻撃権更新を果たしましたワイドレシーバー6番は杉田、日本大学出身。現在負傷者が発生したためレフェリーによるタイムアウトが入っております。試合再開です。クラブベアーズ自陣41ヤードからファーストダウンテン、クォーターバック3番パスを投じようと下がりましたがこれを見計らい翔英77番91番が QB サック、パスを投じる前に仕留めました。 QB サックしましたのは翔英77番の柴田、近畿大学出身91番の藤井、近畿大学出身のコンビが決めました。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして翔英ブルターズ17点、クラブベアーズ0点、攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。